みんな大変だ。どうしたの？あと5分後に新学期のホームルームが始まるのに生徒の顔と名前が全然わかんねえんだ。諦めろよもう。なんで教師になったの？俺は教師側なのね。もちろんみんな4人で新任教師。これからホームルームが始まる。人の名前を覚えよう。大量に先生が辞めてもうた学校ってことね、ここ。何か黒い裏があるな。4人が新任教師なことないもんね。以前ね、一人でやったゲームなんだけど、いやこれ面白くて、うん、だけど、俺一人の力だけじゃ全員の名前と顔は覚えられなかった。ほう。だから今回4人でその分人を増やすっていう考えに至ったね。生徒を減らすわけにいかないでしょ。あらかじめ覚える期間を設けるんじゃなくて先生を増やすんや。そうだよ、一つの教室に。コスパ悪い。じゃあ行ってみるよ。まあ遊び方一緒に見とくか。はいはい、あなたは新任教師です。今日は学生と初めて顔を合わせる日、うん、そんな大事な日にもかかわらず、うん、あなたは寝坊してしまいました。顔合わせまであと数分、急いでクラスの子たちの名前を覚えてしっかり出欠確認できるようにしましょう。ってことで名簿が出るんですよね。フルネーム？フルネーム。まあだけどね、名字だけでも OK だったりする。それでもポイントは入りはするけども、うん、4人いるんだったらフルネームで行きたいじゃない。で出欠の時に顔を見てフルネームで答えてあげましょう。はあ。そうね、名字正解2点、名前も正解で2点とって感じかな。特技とかなんかあったけど、うん、それは覚える必要ないの？それはそれを手がかりにみたいなってこともある。そう、あのね、生徒の名前を呼ぶときにそのこっちが迷ってると生徒側からヒントくれるんだよね。僕は合唱言ってくれ。僕は合唱ですね。お前もう正解言うたらええやん。先生何々ですよ、頼みますよ。呼んでほしいじゃない、生徒あって。僕は何部です、どういう性格ですとか、あと頭文字はこれですとか言ってくれるの。ああそうなんだ。あ、生徒側も楽しんでるな、当てられる。じゃあまずはノーマルモード。はい、生徒数12人、はい、制限時間5分です。いきましょう。12人、うん、俺のハイスコア17を超えれるように、まあ、4人いればいけるでしょ。ほう、行くよ。制限は5分ね。はい、まあ、担当割り振るっていうよりもちゃんとみんなで覚えてきたよね、やっぱり。うん、じゃあ覚えていこうか。うん、ね、まずこの子久保だ。はい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 。あ、覚えやすい顔してんねこの子。って思うじゃん、いっぱいいるからね、個性的な子が。まあまあ、お調子者のね、お調子者のバドミントン部、お調子者のほのちゃん。あ、ちょっと待って、すでに顔同じやつおる。安藤と吉川の顔一緒やぞ。あ、どうしようか。だからちゃんと顔から名前に直結するようなこうストーリーを頭の中で描かないときついと思うんだよね。はあ、なるほどね。なるほどな。まあ、デッパちゃんと久保田をどうにか直結できないか。ピーポーピーポー言ってるけどよ、課長。あの久保田という日本酒がありましてね。おう、ほう。でその日本酒を飲みすぎて周りの歯が溶けたんだな。なるほど、じゃあそれでいこう。はい、次西村君。スポーツ万能なおにパソコン部。パソコン部でスポーツ万能なんすごないこいつ。ほんまやなこいつ、すごいな。平等。あ、これはね、俺はやるぞって顔してるから、うん、ってなったらもう西村ひろきじゃないですか。あ、ひろゆき。やるぞっていう顔じゃないやろ。やるを見てえなことしてるから。やるを見てえなことしてるな。やるんすかみたいな。だから2ちゃんのやるをだからひろゆきで、西村ひろゆきでいこう。あー、そうだね。次、うん、今のとこ何言うか全然わかんない。福島くん。パソコン部に問題児おることないか、あんまり。この子はどう覚えよっか。あ、なんかある。問題児みたいな顔はしてるけどな。絶対にこのペースじゃ時間足りひんで。もう3分で残り。目が怖い。目が目か。目が怖い、福島くん。福島翔馬。福島翔馬は目が怖いで覚えよう。覚えられるか、それ。目がほんま、なんつうの、その、なんか、蝶々の翼みたいになってるやん。ね、まつげが。うん、なんかここがこう、翔馬かける、空をかけるイメージですよ。なるほど。じゃあそれでいこう。はい、次。目見て、福島翔馬。はい、千葉舞ちゃん。吹奏楽部のお調子者。あ、お調子者ばっかりやん。あ、どうしよう。あ、うん、
上のフレームがない。ね、うん、うん、いや、顔、輪郭、髪の毛を取り除いたらお米粒みたいやんか。おお、はい。わかる？はい、だからあの千葉のお米粒でか、なるほど、千葉米 ね、 ですね、じゃあそうしましょう。俺もう一人目覚えてない。安藤めいちゃんバレーボール部リーダーシップあるよ。あ、これは安藤なっちゃんに似てない、この髪型が。あ、なるほど、はい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 、なるほど、それでいこう、はいはい、安藤めい OK、メイ、メイどうす、メイどうすね。いや、もう どうでもいい。はい、次。もうメイ、顔一緒だ。顔一緒だ。モテるって書いてる。どうしよう。あ、でもモテるタイプいるけどね、こういうのでモテるタイプの。あ、でもこの髪型はモテるかもよ。あ、なるほどね。うん。これなんて言ったらいいんだ、ポニーテールって言ったらいいのか。サイドテール。サイドテール。サイドテールかな。サイドテール吉川。うん、サイドテール、サイドテール、家になってる。なんで増やすねん。ちょっと半分半しかないよ。なんで増やすねん。あと6人増えるか。サイドテール吉川で、次は山口、あやちゃん、テニス部得意なし。じゃあ、ケツアゴテニス部でいいんじゃないか。あ、ダメか。それじゃあ、覚えらんないか。ケツアゴ山口。あ、口閉じ山口。あれだ、このケツがもう山を表してると考えよう。おお、なるほど、うん、あ、山口、あ、はいはいはい、はい、もう山口、あと1分だ。あ、無理や、三浦マナ無理やって。あ、やべえ、これ久保田とあれだよ、直結しちゃうよ。歯がない。ほんまや、あ、ほんまや、あ、ほんまや、あ、歯がなくて、さらに吹奏楽部やから、うん、映ってたけど歯がないわけじゃない。その前歯がちょっと目立つだけでさ、なんかないわけじゃないよ。顔だけ見たら男か女かが分かんないのが、こう三浦マイルドさん。はい、オッケー、三浦マイルド。三浦マイルドさんはもう男すぎるし、広島すぎるやろ。田中、コンボ多いな。多いな。田中陽平。色白田中。色白田中。樋口。口部位樋口。口笛口笛口。あと10秒、あと10秒。斉藤智美。ちょっと待って、バレーボール斉藤。バレーボールやってる斉藤。はい、平野だけ。課長っぽいから。はい、オッケー。アーティスト平野。ちょっと待って、待ってごめん。ホームルームを始めます。サイドテールよ、しかし。ホームルームを始めます。ああ、始まってしまった。はい、皆さん、はじめまして。今日かな、このクラスの担任にいました、藤と十和子です。はい、十和子と平野です。登場です。全然そのよろしくな、みんな。なんとこのクラスは4人で受け持ってくれました。いや、前代未聞よ。よろしくお願いします。それでは早速ですが、出血を取ります。はい、おい、いきますよ。はい、はい、スタート。安藤メイ。パソコン部の問題児。しょうま、ま、いいんじゃないの、もう。ひらがなでもいいんだけどね。うん。まの字がわかんない。漢字はわからんな。新っぽいけど、まあまあまあ、でも、あの、オッケー。いやー、でも、パソコン部です。これでいこう。迫ってきた。おー、完璧。おー、すげえ。うん。久保田。あ、久保田だ。ほのか。あ、マジで覚えてる？そう。久保田。まあ、これでいいか。飲みすぎて歯溶けた人。そうそうそう、トシちゃんがもう、そこあだ名で呼んでたの、ほのちゃんって呼んでたの。平野くん、平野たくま、アーティスト平野たくま、たく覚えてないわ。覚えてない、名前は。最後の日だよね。最後たくやだ。あ、たくや、惜しいたくやか。三浦マリオだ。三浦違うか。マイルドではない。にしては髪の毛がありすぎる。名前わかんねえな。吹奏楽部迫ってくる。あ、迫ってきてる。なんだっけな。ヒントくれ、ヒント。名前の。あ、
これ別に残り時間1秒であろうが、あ、うん、そうそうそう、何秒であろうが大丈夫やね。名字は分かってんだよ。三浦何やったっけ。しょうがない、マイルコ、マイルコ、マイルコ、三浦マイルコ。あ、まだ惜しい、あ、惜しい。おめ、田中、色白の田中、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 色白の田中、色白の田中。誰やね。下まで覚えてな。こんなやつおったか。あ、友達多いやつやこいつ。季節によるやろ。お前パソコン部の友達多いやつや。夏は、夏はあの日焼け、日焼けた田中。友達が多いです。お前や。そこじゃねえんだよな。パソコン部3人いてるから。いや名前まだわかんないよな。いや、あ、あ、そう、田中はってんだな。しょうがない、田中、田中だ、お前は。はい。傭兵か。傭兵か。あ、なんだっけ。うわ、なんだっけ。あ、山、見た、山口。ことある。山口か。この子が、この子が山口だったっけ。あの、あれ、あ、顎が山を荒らしてる。ね、しゅ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 、あ、あかりやったっけ。御朱印帳のしゅ。あ、御朱印帳の肉のしゅ。おー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 おお。マジで。そう、そう、それ。おー、おー、すげー。あ、そう、山口あやさんか。なんかこう。あ、主肉みたいな食べ方出んかなと思ったんや。千葉前、千葉前だ、千葉前だ、千葉前や。お、いけるの。めっちゃ覚えやすい。千葉前覚えやすい。めっちゃ覚えやすいわ。よしよし、すごいぞ。よしよしよし、すごいすごい。こんなにいけるなって。オッケーオッケー。あ、あたけ、あたけ。誰だこいつ。V な。え、V 字のやな。V 字いたな。V 字。V 字。樋口。え？V 字の樋口。樋口だった？マジで？そう、V 字の樋口。V 字の樋口。下は知らん。絶対 V 字の樋口。今、結びついた中で。正直モテますって。モテるって。じゃあモテる名前だ。まあ、まあ、やつそうやな。なんだろう。ディカプリオ、ディカプリオにする？ディカプリオにするか。モテる。いや、あ、でも、ありそうな名前の方がいいよ。あ、かっこいい、本当に。素晴らしいわ。本当に樋口だ、すげえ。うわー、全く覚えてない。誰だっけ。最後の駆け込みで覚えた人やな、これ。 あれ駆け込みなんかいたよな、駆け込みの。なんだっけ、いたいたいた、なんだっけ名前、なんだっけ、わかんない、なんだっけ、本当に覚えてない。ほんまにわからへん。申し訳ないな。そんな目で見るな。バレーボール、バレーボール、バレーボール、バレーボールなんとかとか言ってたな。やってそうな、なんとかって言ってたな。言ってたか。マジで覚えてない。近づいてくる。名前の一文字でトーなんかいた。あ、ともみ、ともみ、ともみ、あ、誰か、ともみ、やばい。おお、え、ともみ当てた。あ、バレーボールやつの、それ、あ、これサイドテール、吉川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 。だからサイドテールの部分を。吉川さくら。マジで？お、さ、さくに良いって書いてさくら。さくか、さく。そう。あ、はいはいはい。モテるんやったっけ。あ、ちょっと、あ、ちょっとごめん。うわ、何？ごめん。あ、惜しい。うわ、すごい。いや、これ面白い、面白い。西村、西村。ああ、そう。西村。広域か。西村、西村健人。健人、健人や、健人や。健やかな人で健人。わあ、マジか。すげえ、ちゃんとこいつだけ覚えてた。はい、これか。よし、西村健人。はい、ラストどうだ。おお、いけましたね。え、これでなかなかなの評価。うそ、厳しいな。厳しい、うん、これは覚え方が悪いよ、うん、悪いかな。多分。あ、かもね。なんか、うん、やっぱりその二つなの覚えやすいのだけ覚えてもうて、肝心な肝心な名前が出てこない。そうやね。サイドテールの分名前覚えた方がええって。そうやね。いや、ハードいってみよう。24人。マジか。さ、あ、でも10分あるから。あ、これいけるな。まあまあ、よし、24人ってちょっと一覧で見たい。どれぐらいの人数かなやろ、ね、よし、うん、クラスが諸事情で変わりました。はい。2ページあるのか。2ページ分か。はあ、うわ、覚えていこう。なんで50音順じゃないの。確かに。どう覚えよう。歯がない子は3人いるのか。おお、なるほど。どう覚えよう。でもこの髪型は他にいないんじゃないか。
あ、いるか。いるわ。くそ。どうしよう。目が点のやつは、目が点のやつは、いない。じゃあ、目がドット。ドット。ドットの樋口。ドットの樋口。だから、だから。じゃあ、名前の中に入れたいね。樋口ドット守る。いや、それでも覚えられないと思うんだよな。何言うてんの、うん、どうしよう。帰宅部やから、うん、その家を守ってるっていうことでしょ。あ、家守る。あ、なるほど、帰宅部。あ、なるほどね。それにかけよう。次行かないと。樋口、樋口守る、はい、宮本葵くん。うわー、うわー、なんか知らんけどその名前やったらサッカーやれ。あ、なるほど、サッカーやるべき。サッカー、いや、サッカーっぽい人他にいるような。絶対覚え方下手すぎる。うわー、どうしたらいいこれ、ま、真面目そうに見えない宮本葵。それでいこう。いったん、いや、ま、真面目そうに見えんのこいつやろ。本田春モテるかこいつ。こんなやつモテちゃってるんですけど、ちょっと やらしい目してるから。そうだね、ドスケベホンダ、ドスケベホンダ、ドスケベホンダ。あ、他にもいるのか、ドスケベが。あ、ドスケベ藤田もいるわ。あ、でもまあまあまあ。ドスケベかどうかは。でもやらしい目はしてるからな。うん、ドスケベホンダで一旦行こう。いやいや、水野もやらしいと思うけどな。水野純一はどうしようかな。熱血感みたいな髪型やけど。お、でも松井もいるんよな、髪型で。あ、本当だ。松井もいるの。お前、松井も。これやばいな。やばい、やばい、ほんまにやばい。熱血ビクトリー、水野。あ、熱血ビクトリー、熱血ビクトリー、いいね、水野。熱血ビクトリーと水野が結びつけるの。いや、そうやな。熱血とビクトリーと2つ使って結びついてない。いや、だから熱血ビクトリーなのに逆の名前と覚えておこうよ、うん、そう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 、逆の漢字で水野、うん、で水だから潤、潤いの潤。逆って熱血のこの、うるせえ、次行くぞ。ほんまに分からへん。岩崎さん、この人なんか岩崎っぽい顔してる気がする。本当？顎先岩崎。だからさ、なんか、ほんま、他にいないか、うん、昭和すぎるってよ。なんか、顎先岩崎。ルッキズムとかあるんやからな。しょうがない、しょうがない。これ全部俺らの脳内で考えてるからね。口に出してないから、そうしよう。はい、石井美香。あ、でも、石のこのね、石が、うん、硬そうな。硬そう、石つぶて。石つぶてな。石つぶてだから石井美香。そう、もう最悪名前はいい、名字だけでも言ってこう、うん、石井美香。でも本当にこのへの字口で石硬そうやな。そうね、次、いや、小松浩二。マジでちょっとよう考えたら、その名字だけまず全員覚えたらええんちゃう。あ、そうしようか、うん、あ、確かに名字だけでも手にはなるでしょ。これは何かを発見してるな。小松は見た、小松は見た。ああ、見てるっぽいね。小松は見た、小松は見た、どう思うよ。もう分かんないけどいいや。村上さん、どうしよう。何事にも興味がなさそうな村上や。いやいや。とにかく明るい安村みたいに言うな。何事にも無関心な村上。まあ、じゃあ無と無が、無関心村上。そうね、無と無が合ってると思うよ。うんうんうん、そうしよう。はいはいはい、はい、うん、橋本健太郎。どうしよう。バドミントン部、柔道部っぽいな。橋健。将来は弁護士になりそうだ、この子、見た目が。ああ、ぽいな。弁護士右下にいてんねん。嘘。ん？わあ、いる。北村さんもいる。北村弁護士いてんねん。ほんまやな。この人めっちゃ弁護士の自画像っぽいね。あ、じゃあどっちもそれで。北村弁護士で覚えてるから。北村弁護士。なるほどね。どっちもそれで覚えよ。こっちも弁護士、橋本弁護士と北村弁護士。橋本もまあ元弁護士やから。そうそうか、橋本弁護士、橋本弁護士、北村弁護士、いいね、オッケー。松井正人。ああ、熱血かぶってるよ。ああ、熱血かぶりやけど、こいつは正真正銘の熱血松井ですね。松井正人は同姓同名のプロ野球選手がいるから俺覚えれるわ。あ、本当？頼むわ。じゃあ、ね、熱血の正真正銘の方と逆のやつがおるな。そう頼むわ。森リサ、横目、そう、流し目の、あ、流し目の森を流し目で見てると覚えよう。おお、隣に森があんね。
この子、キャンディー頬張ってる。キャンディー谷口。キャンディー頬張り口谷口。そうね。キャンディー頬張ってて、うん、口がこれ谷だ。なるほど。うん、ああなるほど、ね。谷の口をしてる。おお、はい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 。佐藤達也。こいつこういうこいつはもうだからもう逆に佐藤ですよ。逆逆なんやのに逆にたらの佐藤やから。いっぱいあんのに特徴。特徴いっぱいあんのに。ゴリラっぽいゴリラっぽいのに逆に佐藤ね。うん、ゴリラっぽいのに佐藤ね。オッケーオッケー。うん。うわあむずいな。西田陽介。こいつはもうパスパス。いやもう バカリズムバカリズム陽介。ああいいね。バカリズム、バカリズム、なんでしたよね。バカリズムさんっぽくて西、うん、バカリズムっぽいのに西田さんっぽいってこと？バカリズムさんっぽいのに、うん、ややこしい、関西出身、東京の終わりなのに関西、OK。秋山洋平。むずい。なんだお前。特徴くれ。花の秋山洋平。それ覚えられるか。鼻の穴秋山よ。いいね。鼻の穴が開いてる。鼻の穴が開いてる秋山な。うんうん、そうそうそう。藤田香織。説明。藤田香織は藤田香織で覚えれそうやけど。合唱部の藤田香織。あ、でも合唱部で香織やから。うん。はいはい。名前覚えやすそう。なるほど、はいはい。歌がついてる子だから。合唱部のヒントくれれば。うん、オッケー。そうね。そうね。それでいこう。確かに。坂本弘樹。かっこいい名前。これで弘樹か。パイナップル頭は2人いるんだよな。おお、パイナップルをさ坂から転がしちゃってるかつ、ノーキャンディーホーバリなんやねんノーキャンディーホーバリ。いやもうなんか個性が渋滞してる。バスケットボール部だからバスケ部って大きい人多いから、うん、大きく生きる広く、ね、はい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 、うん、名字覚えたいですね。でも坂本、うんうん、そうやね。時間ないな。だからパイナップル坂から転がせるって覚えよう、まあまあ、一旦。うんうんうん。誰も同調してるぞ。バカリズムさん。覚えやすい顔してるけどな。バカリズムさんっぽいのもう一人いたんだ。マジか。こっちが本物のバカリズム王の優勢。王の優勢。もうダメだよ。こんがらがったよ。もうこんがらがったよ。こっちが本当のとかもう全然わかんない。王の王の王の、はいはい、ま、柔道部で体が大きいの王の。おオッケー、柔道部が来ればいける。それはもうだからこれはジャクソン杉山でいいね。杉山ジャクソンの杉山ジャクソン杉山ジャクソン、うん、杉山ジャクソン、うん、杉山ジャクソン組子杉山ジャクソン組子杉山ジャクソン組子チャンネット OK、うん、次工藤浩喜。うわ、あもうどうしようかな。うん、いやまあまあ、あの高校生探偵な。高校生探偵だね。まあ、まあ、確かにこの自信ありげな顔。あ確かに、まあ、色合いもな、うん、確かに色合いも似てるしね、うん、そうしようか。工藤工藤、あそうね、これぐらい覇気がある顔は他にはいないな。オッケー、うんうんうん、ああなるほど、顔でね、うん、覚えやすいかも。次こっちがキャンディ キャンディパイナップルは横の山に置いてきました。オッケー。だから谷口と横山がおるんやこれ。ああそう、ね、谷口横山ほっぺた山口は、うんうんうん、谷口と、あこれかそうね、はいはいはい、谷口と横山、横山、はい、うん、谷口どうやって覚えてたっけ。谷口はほんま谷のような口よ。あ、オッケーオッケー。あー。じゃあ次、言い出さな。言い出さな。やれば、やれば、そんな、やれば出てるんだったら言い出さなあかん。行きましょう。何やねん。ね、吉村隼人。吉村隼人。はいはい、出っ歯は二人いんだよな。樋口。二重。二重か、二重、二重、二重の吉村。やっぱりマジで全然覚えてない。吉村どうしたらいい、こいつ。あーどうしよう、覚えた。吉村あーホームルームを始めます。あこれやべえ、やり方がもうわからんもん。 あ北村弁護士、弁護士いる。あ北村弁護士、おいおいおい、どれ、あこれか、はいはい、そうだ、吉村、はいはい、弁護士いる。オッケーオッケー。あ、はしけん、はしけん、はしけん、はして、
今日からこのクラスの担任になりました、このこちらの4名です。よろしくお願いします。はい、出血を取ります。よしかかってこい。よっしゃ1年最高の思い出作ろうぜ。さあ行こう。はい、あ橋本弁護士、いや違う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 鼻の穴、あそっか、あ秋山だ、え秋山、はあ、そっそうだそうだわ、うん、ありがとう、そうだわ、うんうんうん、ハシケンはもっと可愛い。下の名前はどうしよう。無理やろ下の名前、無理だな。理あ、じゃあ秋山さんの秋山隆一にしとこう。はいロバートどうぞ。あ、傭兵、傭兵か、はいはいはい、まあでもいいでしょ、オッケー、オッケー、言い出さな、言い出さな、言い出さな、いいよ、もう最後に見た子が出てきてくれるのは、うん、いいね、オッケー、よし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 、あ、最後、なんだ最後だっけ、あ、じゃあ吉村、あ、そうそうそう、吉村、そうそうそう、俺あの大阪府知事に合わせられへんかなってこといろいろ考えてたんやな、うん、名字だけ覚えてる、ほう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 、吉村、名前はどうなんだこれ、いや無理だよな、ちょっと、正直モテるって言うてきてる、名前も覚えられてないのに、うん、この時点でモテてないもんな、あ、まあモテようにしよっか、しょうがない、うん、ハヤト、あモテそう、はいはい、西田、西田、こっち本物、こっちが、いや本物じゃない、偽物、こっち、こっち西田、バカリズムさんなのに西のお笑いってこと。わかんねえ、うん、下の名前はもう無理だな、下の名前はもうわからない、誰一人覚えてない下の名前。まあでもあの年行っぽい名してるやん、年行か、いえ年行っぽい名してるよ、西田年行やん、じゃあそう陽介か、うん、なんたらドットなんたらや、そうだドットだ、樋口守る、樋口守る、すげえすげえすげえ、そう、あ、せ、帰宅部で、そう、家守る、そうそうそう、家守る、樋口守る、違う違う違う、豪衛の豪だよな、これだよね、多分そう、豪衛と思う、うん、あーしちゃった、よーしよ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 し、あ、谷口、谷口、谷口、そうだ、お口が谷の谷口だ、うん、谷口と横山や、うん、下の名前も知らんな。うん、谷口の下の名前まで言うてる先生そんなおらんて。谷口高尾にしとくか。なんで仮の名前呼ぶの。名作キャプテンから、はい、谷口高尾さん。はい。はじめか。はじめ。あ無理無理無理。あ北村弁護士。北村弁護士。はい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 。うん。ハローか。何やったっけな、それ北村弁護士。こっちか。何やったっけな、なんか思い出せそうな気もする。マジでいける？何やったっけな、北村何やったっけな。将軍って字が入ってたような気がするね。マジで。へえ。将。将軍の将、将軍の将。どの字やったかな。いや分からん。行ってみよう。多分。マサル、あー翔吾だ、よく覚えてるな、あわしい、うわ何だっけ、あ何だっけ、あご、あごあごあご、いや何だっけ、なんかもう、失礼なこと言ってた、ルッキズムの話したら。あ、岩崎、え、なんで岩崎、そうや岩崎や、岩崎、俺なあのなんかこの顔と名前結びつくんよなこの人っていう、あ言ってたね、言ってたよね俺、そうそうそう、岩崎この人岩崎っぽいなって話してたわ、岩崎あかりとか、ええー、ちゃったっけな、いやわかんねえ、行ってみよう。あいみか。あいみか。よしよしよし。うん、あ、吉村、横山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 。オッケー、うん。谷口と双璧をなす。横山よ。もう一人のパイナップル。え、ちょっと待って、こいつって、うん、バスケ部？どうだったっけ？お前言うてくれるかもしれへん。テニス部だ。あ、テニス部。じゃあ違うわ。下の名前はな。大きく生きる。あ、そうか、大きく生きる、あ、いたね、大勢で、そうね、うん、じゃあ、ケにしよっか、はい、しょうがない、しょうがない、うわっ、これ本物、本物松井正人、あ、いや、あれ偽物が水野やな、そうだそうだ、偽物松井正人、正しい人、正しい人、オッケー
松井雅人は責任持って僕は覚えてました。ありがとう。素晴らしい。はい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 。ね、無関心の村上やっけ。そうだ、すげえ。そうや、村上やっけ。そうだ。よく出たな。すげえよ。そうやわ。村上なんだよこの子。いや名前わかんねえよな。興味なさそうな顔してるもん。課長何でもいいよ、なんか言って。なんか何でもいいよ本当に。よしこ。何でもええわけないやん。生徒の下の名前。はいはい、佐藤逆に佐藤、こんななのに佐藤ね。何もせえへん方が覚えてるかもせえへんぞこれ。名前は無理だな。あと12人もいんだ。あーなんだっけな、こいつはもう逆に佐藤よ。うん、佐藤、うん、絶対髪の毛伸ばすなよお前は。分からんようになるから、どうしようかな。さか、逆に、うん、坂と、はい。坂と、坂と、坂と。かっこええな、なんか。うわ、こいつもう答えてないっけ、もう。いや、これ山の入り口とか言ってなかった、山口とかじゃなかった。あ、お会社さんのイラストやん。あれ、山口はそれ前回のクラスじゃないよ。あ、山口前回のクラスやった。こいつ、石坪出ちゃん。あ、石坪出た。あ、そうや。石井さんだ。そうなんだ。じゃあどうしようかな。こいつ石つぼてちゃう。今あれでしょ、教託で4人並んで、あいつ石つぼてじゃない。最低最低。あ、名前つぼちゃん、ミなのか。ミカ、ミカって言ったっけ。まあいいや、ミカ。おお、合ってる。奇跡。おはいはいはい、ジャクソン杉山、杉山、ジャクソン、ジャネット、クミコやったっけな、クミコだ、そうだ、クミコやったっけ、そうだよ、なんか、ベニの美しい子でクミコ、なんか三文字やったよな、ベニ、ベニ、一文字目、あの、ベニ色のベニ、ベニ、シンク、美しい子、すげえ名前や、よし、オッケー。おお、すげえ。おお。おい。あ、横目の横目で森を横目で見ている。森を横目で見ている。全く覚えてなかった俺こいつ。おったな。そうでも森横目で見てるけど、その何森か森なんとかか。いや森でよかった。森でいいんじゃないかな。森でよかったっけ。うん。森でよかったと思う。その二文字やった気がするな。じゃあ森組？いや確かに森久美子に なるけどな。いやしょうがない、行ってみよう。あ、森久美、あ、リアさんか、森リサか、リサ、あうわあ、え、藤田、いや違う、藤田はあれやっちゃう、メガネや、え、ドスケベ、ドスケベ、ドスケベ、一人目のドスケベ。なんだっけドスケベ、なんやドスケベ、なんだっけ、なんだっけ、何やったっけな、何やったっけ、モテるんよな、モテんねん、めっちゃ最初の方ですよねこれ。そうモテるね、3人目ぐらいモテんねん、1人目が樋口で、モテる名前じゃなくて名字、あ待って、マジで出てこねえ、は、何しよう、名前は、あー可能か、いや無理無理無理、そうや、本だよ、この子、この子が藤田、この子は藤田、やったと思う、そう藤田、香り、お、マジで合唱、合唱、歌と織、あのね、あの織物、歌の織物で香り、あ、なるほどなるほど、あ、歌か合唱の歌か、オッケー、はい、ありがてえ、よしよしよし、大成功、はしけ、あ、はしけた、はしけた、はしけ、はしけ、ケンタロウか、ケンタロウだろうかな、ケンタロウの剣の字がこれか、そう、おお、そうやって、うん、そう、よしよしよし、うわ、すごいすごい、いいね、よし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 、うわ、あ、工藤、せやかて工藤だ、探偵さ、どうしよう、名前なんだっけな、
なんかえすあのスバルみたいな、なんかスバル、あーなんか確かに、うんうん、あのこの字ににうんに生きるやったっけな、なんかあーそうたた多分そうっす、生きる、生きる生きる、あかっけえ名前、うおー、後期すげえ、すげえ、これだ、これが本物え、水野かな、そうだそうだ、あーそうかそうか、水だから純みたいな、うん、水野、俺未だに何言ってるか分からんけど、その水だから純純としてるんだよ、うるお、あーうるおってことか、そう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 、いけてるいけてる、よっしゃ、これはでかい、うわ、マジで分からん、真面目そうに見えない、真面目そうに見えない牛島くんに出てるやつやあなんだっけな、何やったっけあいつ牛島くんのやついや何か何回も腕折られるやつやん牛島くん、何か関連付けてたっけな こいつさ、うん、難しい方の青に生きるで青いじゃなかったっけ、青に生きる、あサッカー、サッカーね、宮本、あ、なるほど、あ、宮本葵、もうこれひらがなでいいんじゃないか、宮本葵じゃない、マジで、あ、青がね、難しい方、あ、なるほど、青い方、そっちか、あすげえ、パイナップル、これあれ、これは柔道やってる、坂から転がしてない方、あ、違う、あ、坂本、あれ、あのこっち柔道じゃない、バスケットボール、こっちだ、坂本、うん、あの大きく生きるじゃない、あ、はいはいはい、あーそう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 、うん、そうだ、うん、パイナップルを坂から転がしてる、まだおる、オッケー、おっしゃい、まだおる、まだいるよ、うわーこいつなんだっけなんだっけなんだっけ、浮気してるやん、何かを発見したやつや、そうそうそう、こいつ何やったっけ、発見した、はい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 、うわ、なんそ、なんで名前と関連付けなかった、確かに何かコクッパにおるやんこいつうわなんだっけな、なんだっけ、発見したんだよ、見つけてしまった、見つけた、見つけてしまった、見つけた、はいはいはい、なんだっけな、見つけたやつ、何やったっけな、こう小松、小松、マジで思い出した、小松、小松を見た、小松を見た、松とかそんなやったっけ、小松の、はいおおすげえ、で、え、まだいる、これ最後、ああお前あれや、あの王の、王のなんで、はいはいはい、王の、王のくん、なんで王の柔道部か、なんで王のくん柔道部で、うん、でかいから、えじゃなかったっけ、いや俺なんか普通に覚えてた、マジかすげえな、うんうん、なんかそう、なんか普通の子でなんか王のくん、麻雀漫画の主人公みたいと思って覚えてた名前は出てこねえな、名前は知らんな、うん、ああ、なんて名前、うん、名前教えてくれ、名前だ、一文字目、名字じゃねえんだよ、ああ、はい主人公に、主人公になれよ、大野雄星、ああ雄星か、はい、以上、むず、あでもどうですか、よかったと思うよ、じゃない、いやいや、よかったやん、よかったよかった、ああ、なんとかなるな、うん、じゃあこの4人でこれからこの1年間最高の思い出作っていこうな、みんないや生徒はどうやろうなほぼ呼んでもらえなかったわけやからなずっとこいつこいつ言ってたけどこいつ何やったっけいや先生ってすごいね、いや先生はすごいんですよ、うん、以上です、はい、さようなら